はい今回はシーナリンゴと日本会議と自民党と安倍晋三の関係こちらを考えていきます今回もよろしくお願い致しますえー、まあ日本会議の件ですねまあ自民党の件、えー、それを調べていたらまあこのシーナリンゴっていうまあこの有名な歌手の件でですねまあちょっと僕知らないことがありましてまあリスナー様もご存知の方もいらっしゃるかもしれないですしまあこの裏側っていう件をですね今回は真面目にお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願い致します。 まあ今回はですね、まあ、安倍のモノマネはなしということで、ちょっとです、ねまあんまり良くないということで、今回は真面目にお伝えしていこうと思うので、まずですね、この椎名林檎と、まあ、日本会議と自民党と安倍晋三というのは裏でつながっているわけですね。 もっと言うと椎名林檎っていう有名な歌手ですよね。僕はあんまり知らないんですけど、別にそのこの人いいとか悪いとかそういったことではなく、ただこの人っていうのはその国民に対しての旗振り役である可能性がある、そして背後に安倍晋三がまあい,るってい,ういるっていうか、いたっていうか、まあ、そういったまあまあことです。だつまり何を言ってるのかっていうと、この日本のですね、まあ、全員とは言いませんが、9割近くのこういった歌手とか有名人とかっていうのは、 ここの政治的意図を含んんでで発言しているるととそういったことがあるんですねでなんでこの話を真剣に考えるのかというと、そろそろね、えー、自民党がしようとしている憲法改正に、この椎名林檎も憲法改正賛成の立場に立つ可能性が非常に高いからです。でもし立ったらこういったことであると、でえー、もし声をそれ上げなかったらあげないので、まあ、そんなことはないと思いますが、そう思っていただければと思います。で日本会議とかいわゆる 右,翼とか右側の考えとかっていうのは何かっていうと非常に単純なんですね。都合のいい部分だけ見るんですよ。で都合の悪いところは一切見ないんですよで。都合のいいところだけを強調するんですねそれがいいわゆるる右側あるいはですね。 軍核化ととか安倍でですすねそういったことの手法ですだからよく左だ右だとかって言うんですけど右側のその主張っていうのはそうなんですよ都合のいいところをして軍拡化を図るまさに安倍晋三ですよねで背後の米のまあ指そして日本が軍拡化することによって米にお金が入るまあそういったことですそして僕たち日本国民はこれを絶対に許してはいけません理,理由は日本が有事に巻き込まれるからですすごく単純なことですそれだけです それをですね、保守だ、なんだとかっていうね、衛星保守、うん、あのね愛国という名の売国に踊らされてはいけないということで、この椎名林檎っていう人は、まあこの右側っていうか、まあ、極とかね、えー、ま極、あ、空とかっていう、まあ、言い方はいろいろありますが、右側にかなり寄ってるっていうことなんですが、右側に寄ってるっていのは何かっていうと、背後に日本会議、東丸がいるってことです。安倍晋三がついているってことです。で 僕はあ安倍晋三が大っ嫌いなんで、えー、分かる限りお伝えしますし、別にわからないことについては触れませんが、マスコミを含めてですね、えーまあ、マスコミ、あるいはこの安倍応援団という者たちっていうのは、安倍を一切批判しないんですよ。例えば歌にしてもそうです。安倍に、えーまあ、批判的な内容とか、安倍を、ね、マイナスと思うような内容を言わないわけですよね。でこの 椎名林檎っていうのはこのオリンピックとかそういったものにもまあ関係して,いる、まあ、しているしていたっていうような人間であることは分かってますがここも椎名林檎と安倍晋三の裏でのつながりがあると、まあ、オリンピックにえまあ、ね、その利権とかあ紅白もあった,あったのかなそういったものにえ、まあ、あ忖度しているのが椎名林檎と安倍晋三っていうことです。 もちろんですが全くでたらめでもなく調べていてこういったまあ内容を見つけたのでそこから逆算して考えるとこのようになりましたということで,で、まあ、ニュースがあるのでその、ね、少し前のニュースですがちょっとそのニュースを考えていこうと思います。ここに大きな根拠があります。リオ五輪閉会式のフラッグハンドオーバーセレモニーで椎名林檎が出てきたということで。 でそのあとかな、自民党の文化伝統調査会の会議に出席したっていう時点で、これかなり政治色を感じますよね、この椎名林檎って。で、まあに、日本文化が好きとか、日本が大好きとか、そういったことを言う、別にそれはそれでいいんですが、その言葉の意味は違うんですよ。日本会議、あるいはですね、遠丸、軍拡化、そういったことの狙いであると。で、この文化伝統調査会っていうのには、片山さつき、 とか、えー、山谷恵理子とかがいるわけですよ山谷恵理子って前お話ししましたけど東丸とか日本会議の人間ですよねこの時点で支持できませんよねで、このフラッグハンドオーバーセレモ,ーセレモニーということで、えー、しこのシーナリンゴがですね日の丸とか黄身飼を使って、えー、意図的に大きくまあ演じたんですよね でこの安倍マリオとかっていうわけ分かりませんがこのオリンピックの政治利用の政治利用する一端を担っていたということでこれ分かりますよね椎名林檎っていうのはこの自民党のこういった会に出る自民党と安倍晋三と椎名林檎は裏でつながっているっていうことですだから右とか何とかっていうことではなく日本をですねその軍拡化するそういったものに向かう非常に危険な人間であるそしてそういったものをそういった要素要因 一端を担ってるっていうことなんですよでこちらに関して調べた人がおりまして、えー、まあもうかなり10年ぐらい前ですが、まあ、2014年の、まあ、サッカーの、まあ、テーマソング「日本」っていう歌の中で「この地球上で一番混じり気のない高い青」とかね「OurNativeHome」とかそんな、えー、我らの祖国とかっていうようなそういった、まあ、ことを言って、まあ、意見が分かれるんですがあこういったことを意図的にやってるんですよ。 まあ考えを分断するのか何なのかっていうのは分かりませんがでこのやはり椎名林檎っていうのはこのネ,ネトウヨとかって言われるネトウヨアイドルとかって言われるんでただし何があの問題なのかというと後ろに安倍晋三がいるということです安倍晋三日本会議遠まるっていうことがいるということです。 でこの椎名林檎というのはもともとはどういった人間かというのはわからないんですがもともとんとなく歌を歌っていたのかもしれないそして有名になっていたのかもしれないあるいはですね、逆がありこういったものを広めるためにこの椎名林檎をテレビに意図的に出すようなそういったことが考えられますしこの、ね、自民党の,この文化伝統調査会に出席している時点でかなりアウトじゃないですか,だかこういったところで有名人の裏側を考えていく必要があるんですよ。 そしてこういった有名人が旗振り役をするっていうことに非常に懸念されると。で、この自民党の文化伝統調査会っていうものが名前を変えて文化伝統創造調査会とか、まあ、言ってるんですが、ここがですね、完全にこの安倍のですね、憲法改正のところですね、だから今のこの話につながるわけですよ。これまで文部科学省かな、文部,文部科学部会、 よくわかりませんが、そういったものの下にあったものを独立させて、安倍晋三の掲げる美しい国を作り、推進を狙うということで、この安倍晋三の美しい国っていう言葉に踊らされてはいけません、安倍晋三の美しい国とか、そういったものは遠丸の競技であることが分かっています、つまり安倍晋三っていうのは遠丸とズブズブ宗主国、米とズブズブ日本を外国に切り売りする売国道。 それが安倍晋三の正体なんですよ。だから安倍晋三を擁護している時点で意味がわからないんですね。安倍晋三保守、言ってることの意味がわからない。売国の間違いです。保守というのはエセ保守です。こういったことを真剣に調べれば安倍晋三の語る美しい国というのは遠丸の教義であり、全く国民にとって美しくない、有事に向かうというそういったことです。で、まああの、その椎名林檎というのはいろんなことをまあ言ってるんですよね。 でこのおな何やらあ文,文化伝統調査会とかっていうものに関してはですね 日本人の遺伝子の中に、えー、豊,かな豊かが組み込まれて法っていうものかなんか分からないですけどご先祖様が多様で奥深い文化をつなげてくださったのは今日の私たちであります。例えばこういった話を聞くとまあそうかなと思うかもしれませんが先ほど最初の方にお伝えしたいい部分だけを切り取るんですね。で、えーまあ、これに関してもやっぱり疑問がありまして、まあ、僕は正直今回このことを初めて知ったんですがこれもおかしいと。 文化の話をしてるので、なぜ日本人の遺伝子とか、ご先祖っていう言葉が出てくるのかっていう、さすが日本会議っていうことね。だからこの、この椎名林檎っていうのは、別に僕は知らないですし、別に興味がないしね、どちらかというと、今回の内容とかで全く支持できませんが、こういった人間っていうのは、日本会議遠丸の旗振り役である可能性を疑うべきです。 山谷恵理子もそうです高市社内もそうですそういった人間というのは日本をあの、ね、有事に持ち込むその自民党の憲法改正案改憲案というのは遠丸とか日本会議の,その協議であり、ね、とにかく救助をなくしたいわけですよあるいは基本的人権をなくしたい緊急事態条項をえ導入したいそういったものである日本国民のために全くならないものであるという、まあ、そういったことは分かってるんですね。 で実際にこのこういったものがその先ほどの文化伝統調査会っていうのがあるみたいなんですが日本会議国会日本会議国会議員の一員として自民党の文化伝統調査会の会長として日本会議の皆様と共によき日本の伝統を守り日本の心を青少年に引きつ伝えていく。 ように全力で取り組んでいきますとかって言って何やらですねいいことを言っているように見えるんですがこの日本会議っていうのが出てきた時点で懸念するわけですよ先ほど言ったように安倍晋三とかね遠丸とかそういったものとかがあるわけですよでその憲法改正をして日本を有事に、えーね、持ち込もうとするでそうすることによって何が目的なのかという宗主国米が儲かるわけですよ。 例えばそういった有事になると武器が売れますから軍需産業が潤うわけですね。そういったものを定期的にやろうとしているっていうことに気をつけないといけない。で、この椎名林檎が分かっているのか分かってないのかっていうのは分かりません、それは。本人は無自覚なのかね自覚しているのかなんかわからないんですけど、本人乗り気でやってるっていうことなんで分からずにやってるっいうのも恐ろしいですし分かってやってるっいうのも恐ろしいのでどちらについても恐ろしいんですよ。でこの 音楽家とかね、えー、このミュージシャンとかっていうのが、そういったことに、えーまあ、利用される、あるいは進んで入っていくのか分かりませんが、うん、音楽に政治を持ち込むなっていう話があるんですが、あーこの椎名林檎に関しては、政治に音楽が持ち込まれたと、そういったことなんじゃないかと、まあ、そういったことが言われてるわけですね。で今もなお、まあ、この当時からそうですが、今もなお、この安倍晋三が残した負の財産を日本にね、えー、引きずっており、日本が。で、えー 懸念すする方向に向にかうわけですよだからあの歌手とか有名人とかっていうのはもちろん全員ではありませんよただこういう何かしら政治的な色っていうかそういったものがついていてあるそのそちらの方に大衆をです、ね、向かわせるそういった意味、えー、があると考えられます。で今回は何かっていうとですねこの椎名林檎が日本会議とかそのねマ丸とかそういったものに、えーまあ、近,づい近いっていうことで。 ここ最近のですね憲法改正の話が出てますから、日本国民としては憲法改正を絶対反対しないといけないわけですね。なぜかというと、9条がなくなるから、で、えー、基本的人権がなくなるから、緊急事態条項が入るから、国民にとってマイナスでしかないんですが、おそらく椎名林檎は憲法改正に賛成すると思います。なぜかというと、背後に日本会議と東丸がいるから、からこういったことに気がつく必要があると思いまして、こちらの件についてお伝えさせていただきました。 まあリ、リスナー様でご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、僕はちょっと前にですね、まあ、その自民党の裏金の件、山谷恵里子の件を調べていたら、あこの椎名林檎っていうこの人がね、ああ、こういったつながりがあるのかと、えー、調べていたら安倍晋三に繋がっていたと、とても大変なことであると思いますので、えー、わかる限りのことをお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。